こんにちは、マース系チャンネルです、えー、季節的には初夏になってしまうんですけれども、えー、先日ね、えー、毎年お絵かき講座をさせていただいております、えー、施設の方から、えー、依頼がありまして、えー、今度は色鉛筆講座を開催することになりました、えー、前回、えー、と去年の冬の水彩画講座は、まあ、コロナによる影響で、えー、中止となってしまって大変残念だったんですけれども、えー、今度もね えー、もしかしたらコロナで中止になることも考えていつもより回数を減らしての、えー、ちょっと短い講座になってしまうんですけれども、えー、そこでですね、えー、いろいろ考えまして、まあ、ちょっと短めなんですけれども、まああのーね、ちょっと難しいようで簡単なようでっていうね、えー、ちょっと中間ぐらいな感じの、えー、講座を考えてみました。 何をやるかと言いますと最近俺の界隈では、まあ、あのちょっとね人気になっております人物画それからペットのお絵描きということがあのよくねツイッターで見られるようになりましてこれは面白いと思いまして初めて見ることにしましたでねあのいつもはね動画では撮らないんですけれども今回は え前もって見本のお絵描きをちょっと描いたのでちょっと紹介させていただきたいと思いますそれからですね今,の今から紹介するのはまああのペットの描き方を説明したその見本のお絵描きを描いたものなんですけれどもその他にですねふ普段やっております人物画などはですね前もってたくさんね動画を上げて おりますのでよろしかったらマウスケチャンネルの方を登録して、えー、ご覧になっていただければと思いますそれではあの始めたいと思いますまずはですねまあ,あの色鉛筆全く、ま、初心者の方がねまあ、ほとんどですので初心者の方にやっていただくということで、えー、色鉛筆画の基本まずは鉛筆画の方から今回は、えー、説明していこうと思います、えー、と色鉛筆画はね あのーまあ、白と黒の、あのーねえー、簡単なそのシンプルなその色で、えー、表現するということで昔、まあ、あの昔写真でいう、ね、そのネガの状態ですね、まあ、白黒で、まあ、ちょっと目の錯覚の部分にもよるんですけれども、あのー、これだけで、まあ、あの写実的にこう見えるという、ねえー、感じに描くお絵描きなんですけれども。 今回はですね、まあ、初心者ということで実際にはこの真っ白これはまあ紙なんですけれども紙には剣都紙を使ったんですがこの白が残っているっていうことはあの実際はあは、のー、しない方が良くて、まあ、これはまあデッサンの時間でご先生から、まああのね、教わったことなんですけれども全部こうね線を引いて、えー、まあ色をつけるというね 状態が望ましいんですけれども今回はちょっと簡単に、えー、初心者の方向けに、まあ、白は残して結構なんですがあのー、ねで鉛筆もできればあのー、ね H とか 2H あたりから、まあ、こういう方だと、まあ、4B ぐらいまでねデッサンでは、まあえー、使った方がいいんですけれども、えー、さんこれ B1 本で皆さんにこうに、ね、挑戦していただこうということでこれ B だけで書けました。 実際にあの明るいところと暗いところなんかね、まあ、色鉛筆の芯の,の濃度あの硬さ濃さをねこう書いた方がいいんですが B だけでこう書くように、えー、やってみました。はい、あ犬もね特徴をねよく見ないと難しいんですけれども、えー、目のね、えー、濃さとかあの瞳の濃さとか鼻のね黒さとか、ね、口のところもね黒かったり。 あと周りのバックなんかもね、あのーまあ、もちろん真っ黒にするためにはね 8B なんていう鉛筆もありますけれどもそうじゃなく、えー、縦横斜めの線で、あのー、線を引いて、まあ、調子を入れていき、えー、濃くしていくということでまず線の引き方を覚えていただこうということでこういう風な絵にしてみましたはい次これをね今度はカラーで、えー、また別の日なんですけども書いてもらいます これも下地が終わってちょっと色をつけ始めた状態なんですけどもどうでしょうか前のこの段階だとまああの何県なのかまあよく見るとそのラブラトールレトリバーみたいにえ見えるかもしれませんが色をつけてみるとはい実際これはねビーグル剣ですねビーグル剣を書いてもらおうと思います でね、あの茶色の犬ということなんですが茶色だからって最初からあの茶色だけで塗ってしまったんではあの色にね深みがないので、えー、まずね下地全体的に黄色俺はですね、まあ、好きな色ということで黄色の中でもあの山吹色色で茶色の下地塗りりをしておりますそれからまあ赤茶色焦げ茶色瞳、まあ、はさらにね、えー、っとこれは黒を使って色を塗っております。 それから鼻の頭のこの付け根の部分とか、えー、瞳の色はこれ群青色で、あのー、群青色それからと赤紫でですね、えー、生々しい感じを表現しておりますはいこれがねあの完成したお絵描きなんですけれども、まあ、これはねあのー、コースとしては、まあ、あの初心者、まあ、コースっていう、まあ、講座なので あの教室ではないのでコースが設けられなく、まあ、初心者のための講座ということで、えー、やってるんですが、あのー、長年ね、あのー、通ってくださる、あのー、リピーターの方が増えたことから、まあ、中級者の方にも初心者の方にもため、あのー、楽しめるというようなえ講座に今回したのでちょっとね中級レベルのおの絵描きなんですが。 かといって全くね難しいわけではありませんので、えー、書かさえあのね覚えてしまえば、えー、難しくないのでよく頑張って皆さんにはこう書いてもらおうと思います先ほどえー、っと下地塗りでえー、っと山吹き色、まあ、黄色に茶色赤茶色をねえー、っと塗ってね色をつけてもらったんですけども上からねまあこれ動物の追いかけはみんなそうなんですけれども まああの猫ちゃんにしてもこ,のこういったワンちゃんにしてもそれからまあ毛の生えている動物あのねそれこそハムスターですとかまあよくね毛の髪の毛のね髪の毛じゃないや毛の流れをねよく見ながらあのこうスッスッスッというような感じでねあの最後にこうどんどんね描き込んでいただければあのふわっとしたモフモフとしたね質感が表現できると思います。 それからね耳のところなんですけどもここはですね一度一度と言わず何度もなんですけど消しゴムで消して割とあのわざとムラを作りまして上からまた赤茶色あの焦げ茶色などでね色をつ,くつけて、えー、耳の微妙な、えー、質感を出しておりますそれからここの部分なんですけどもちょっと濃くなってる部分と明るい部分あるんですね明るい部分はあの先ほど言いました山吹き色が見えているんですけども その上から赤茶色、焦げ茶色で、こう、スッスッと変えていくんですが、その、焦げ茶色が濃すぎると、まあ、あのー、ね、いけませんので、あんまりね、濃すぎないように。それから、こういった細かいところでね、こういったふわっとした感じを出すのも、やっぱりこの辺は焦げ茶色を使います。それから、えっ、ー、と、あの、顎の下なんかは、これはもう一回ね、群青色、それから灰色を使います。で、髭なんかはね、 スッ,スッスッとしたひげは、まあ、細いね化粧物がペン型のノック式化粧物がありますのでそれで表現しますはいそれからとえー、っと先ほど鉛筆の方ではバックの方、まあ、あのちょっと戻しますと,、えー、っとこれはまあ B だけで B の鉛筆でやったんですけれども 同じことを今度はこれはね色鉛筆の黒だけでずっとね縦横の波を何度も描いて真っ黒になるまでえ引きました。で同じあの耳の隙間とかこういうところですねこういうところバックのね黒が見えてるので同じような濃さでえ色がね薄くならないように注意して描きます。それからコツなんですけど最後の最後に真っ白。 色鉛筆の白って、ね、何に使うかこう分からない方も多いと思うんですけども毛のねツヤを出すのに白を使って、えー、こうすすすという感じで書いてあります。ということで今回は、えー、と俺の講座ではその、まあ、あのワンちゃんを描くのは初めてなんですけども犬のお絵描きをやりますよというお話をさせていただきました。 でこまあ、俺はですねあの動物は特にねあの描かないで、えー、よく描いてるのはまあ背景風景画と、まあ、人物画なんですけれどもこういったその絵、えー、と鉛筆の描き方について、えー、昔からご説明させていただいているのでよろしかったら、まあ、チャンネル登録をしていただいて、えー、できればね昔の動画遡って見ていただくと。 実際書いてる最中の動画も、ね、何本も何本もありますから、えー、あこんなようにこんな風にこう書いてるんだなというのが分かるとね思いますのでよろしかったら、えー、見てみてくださいというわけで、えー、今回、えー、と色鉛筆いや、えー、と色鉛筆で、まあ、ワンちゃんを描きました、まあ、この動画がね万が一面白いと思ったらグッドボタンもしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします 以上、マースケーチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。